ついに1分間最強の男を決めるブレイキングダウンという団体が立ち上がります。異種格闘技戦みたいな、なんかそんな世界戦のを見れる大会になってると思うので、すごく練習も楽しみですし、まあ、あの0回大会は3試合しかやれなかったんですけど、今回は結構試合数多いんで、どんなドラマが待ってるのかっていうのを楽しみにしています。やっぱ1分の大会なんで、その1分にかけて全力で打ち合ってくれると思うんで、その1分ならではの激しい打撃戦が見られると思うんで、そこを楽しんでいけたらなと思います。今回というかブレイキングダウンのコンセプトが、まあ、1分間最強を決めるっていうところで、いろんなジャンルの格闘技業界の方が出てもらって、まあ、誰が一番なのかっていう、こうイメージ、最初のこう初期の UFC とか、あのグレイシーが出てきた頃のプライドみたいな感じで、いろんな、まあ、グレイシー流術とどっちが強いんだみたいな、こういう幻想を抱かせてそれを壊すのは誰なんだみたいな、この辺が見どころかなと思いますので、あの楽しみにしてください。僕はちょっと純粋に1分1ダウンの戦いってやつを20試合かな見ていただければいいかなと思います。僕は柴田とあのシステムの使い手南川さんの試合が楽しみです。やっぱ一番は南川さん対柴田選手です。あ、親父の星を見つけたいと思います。菊野さんですね、僕はもう打ち合いですね。打ち合い試合でもう本気のラッシュ。僕の場合だったらそうですね、もうすぐ打ち合いに行きますね。僕は打ち合い飛びすぐ出てタックルして行ってみたいです。ダッシュして膝蹴り。